と。でまあ入院するにしても外来でやるにしてもね、そんなにいろんな検査できないから。はい。あ、そう、多分消化管のね、線虫症、寄生虫ね、で線虫。変虫症はちょっと確定はできないけど、ジアルジアかなと思うけど、もう一個のあのトリコモナスか、トリコモナス、トリコモナスかもしれない。多分なんか動きでジアジアっぽい感じがしました、うん、だけどこれちょっと状態上がってくださいね、虫食出しするのは、うん、そういうことですね。それでもし入院治療してもね、こうやって体重を測ってきますわ。そんでどんだけ食べるか、元気さ加減、元気が100だと思う。そう、それぐらいです、動きは。少ないですね、多分。少ないです。まあ、じゃあ30ぐらいしてみましょう。で、うんちは今、しました。そう。これね、便に関してはね、普通と、これ普通ね、普通ぐらいね。S がちょっと柔らかい。うん、で、H がちょっと硬い、うん、そうちょっと N から H ぐらいですよ、まあ、ちょっと固め、ちょっと固め、で、おしっこは出てた、お尿酸がね、はい、でも水分少なめです、はい、で、今フィーディング、栄養補助、ベリーキュア、エキスっていう流動食があるんですけど、これを 2.8cc今しがたね、12件ちょっと前にしましたね、まあ、12件しましたね、うん、こうやって、まあ食欲はゼロですよね、うん、こういうのを真に見にするにしても家でやるにしても、はい、検査の代わりにこういうのを記録していかがですね、はい、あとプラスあのお家でやる場合はこの子の環境温度物質を、はい、どれぐらいのところにいます？温度はあれですね、バスキングスポットの下は46、7とか45度以上ぐらいで、一番涼しいバスキングスポットの端が29度みたいなところですね。わかりました。どっちにいます？あれですね、クールスポットの方にいることの方が多い。これね、たっちゃう多分高すぎると思う。ああ、はい、うん。だから、あの、24時間つけてないですよね、バスキングスポットは。そうですね、バスキングは、一応寝る前にバスキングの近くにいるときはつけたままにしてますけど、うん、それ以外は消します、うん。あの、スポットライトとかね、バスキングの温度はね、40度ぐらいでいいですよ。ああ、はい、うん。バスキングね。で、まあ時間にしたらさ、30分から1時間ぐらい、うんうん、にしといてもらった方がいいかな。ああ、バスキングライト、うん、普段の環境は、まあできれば30度、はい、うん、ないし、35度ぐらい、はい、ただあと湿度の問題でね、こんなに映像さ、乾いちゃうからさ、はい、湿度はまあ 40% 必要に、はい、してあげた方がいいかな、はい、基本的にはこれぐらい、まあ、30度ぐらい、前後ぐらいで湿度 40% ぐらい。それからあとさ、日光浴なんてしてます？日光浴、そうですね、時間があるときはしてます。あ、してます、はい、それってガラス越しですよ。いや、一応、古い小さいケージがあるんで、そっちに入れて、一応外でそうですね、あの、まあ、ちゃんと浴びるように。これ UVB を浴びてほしいんですけど、これガラスを通さないから、はい、ガラス越しは意味がないです、はい、でそこでまあ1分から30分ぐらい、はい、日光浴をしてあげた方がいいかなと思いますね、はい、UVB を浴びることによって体の中のビタミン D がですね、まあ、活性型のビタミン D になって、うん、ビタミン D になって、そうするとこれがカルシウムの代謝を良くします、うん、代謝をアップ、それからあとは、まあ、免疫力も上がってくるだろうし、きれいなのがね、免疫力もアップするだろうし、それから
太陽の光による殺菌作用もね、あるんですから、まあ、ちょっと一個はやってあげながら、はい、かなと思います。第三スクエーター。はい。じゃあ、ひと夏、これはお渡ししますね。はい。これも一回はお渡しします。はい。もし入院するならでもらいますんでね。はい。じゃあ、受付です。治療費の概算説明を受けてください。はい、じゃあその上で突然するか決めてもらえますか。はい。